次のお二人は高橋さんと佐伯さんです。はい、頑張れ。軍手持ってってね。軍手、なんか二人ともキャラクターが品のあるキャラクターの。確かに確かに、きっと品のある人参の係をしてくださるんで、頑張りましょう。川上さん、ぬらせてください。頑張りましょう。わー、甘いやつ、甘いやつ。はい、ということでお二人準備はよろしいですか。はい、はい、高橋さん、佐伯さん、挑戦スタート。え、どんぐらいかな。おお、まず手で思い切りがいいな。手でこう、なるほどなるほど。手でなんとなく重さを測っている。手でなんとなく。え、もっといきそうな気がする。おお、なんとなく測っている。もっともっといきそうな気がする。え、結構いっぱい入れてるけど。佐伯城が大雑把です。え、結構全部入れてるけど。すごい。残り10秒。佐伯城が大雑把に やっております。5、4、3、2、1、終了。ちょっと待って。いや、わかんないけど。どうなんだ。はい、ということで、すごいですね。人参の後ろに立っているだけで可愛いってずるいですね。はい、では結果を見てみましょう。まず高橋さんから隠れている部分をめくってみてください。はい、ぴょん。ふむふむ。お、うまいな。全然反応してくれない。あれがどっちなんだ。はい、という結果でした。続きまして佐伯さん、お願いします。いきますね。二人ともニコニコしてる。すごい、誰もリアクションを取らないので全く読めないですが、お二人ともありがとうございます。はい、どうぞお席にお戻りください。はい、なるほど。優雅。はい、優雅に。すごい優雅だな。優雅ですね。優雅だ。楽しそうだね。ちょっと少なかったかな。